皆さん、こんにちは。ワンダリングルビジです。では、今回は、提督の決断法、パブキット PS2 版日本プレイ続きをやっていきたいと思います。前回ですね、米語遮断作戦と、あと、資源の獲得を目指して、オーストラリアに進攻するための、足がかりとして、こちら、ラバウルを攻略しました。で、今、ラバウルに入っている艦隊、3個艦隊入ってるんですけども、無傷の第3艦隊、これは空母ですね。空母艦隊に、第7艦隊、これはこのままオーストラリア沿岸へと向かわせていきます。なので、この後ね、移動の命令を出しましょう。第3艦隊は、この後は、一旦ね、ソロモンに入って、その後、ソロモン攻略後に、オーストラリアへ向かうというところなんですけども、実はですね、この第14艦隊は、だいぶすり減ってしまった上に、5隻がですね、損傷中ということで、これはトラックで修復させます。トラックで修復させるので、この第7艦隊ですね、さらに第3艦隊、一旦ラバルに駐留させます。で、駐留させた後、今トラックに入っている、こちらの艦隊、これをですね、一旦トラックからラバウルへと移します。で、3個艦隊体制にラバウルがなったら、ラバウルからソロモンへと入っていくというのを、作戦として考えています。で、一方ですね、最重要作戦、シンガポール攻略戦、これに関して言うと、すでに艦隊が揃いました。今ですね、マレー沖に入っている艦隊が、第1艦隊、第5艦隊、そして第9艦隊、第12艦隊と入っているので、今回はですね、このうち、第1艦隊、さらに第5艦隊、第9艦隊、そして第12艦隊をシンガポールへ進行させたいというふうに思います。では早速移動させていきましょう。もうすでにね、移動の命令は出してありますので、このまま時間を進めます。このシンガポールはどうしてもね、取って、抑えて、防衛しなきゃいけない。そういう拠点になりますからね。では、投入艦隊確認していきましょう。まず、第1艦隊。山本五十六大将座上。長門、はじめ戦艦3隻、空母、これは軽空母ですね、さらに伊計巡駆逐艦からなる14隻の艦隊、第1艦隊です。さらに第9艦隊、ここは従順中心の艦隊ですね。最上はじめ従順が5隻、その他駆逐艦が8隻という艦隊。そして第12艦隊、こちらがですね、戦艦金剛春菜と2隻、近藤中将座上というところに、従順が2隻、駆逐艦が8隻という艦隊になります。この3個艦隊を投入していきましょう。シンガポールを取ったら、今回温存した第5艦隊を一旦駐留させます。第1、第9、第12と艦隊を出していきましょう。で、日没後に出撃をかけていきます。もう、提督の決断のシンガポール攻略はもう何度も何度もやってるので、敵の飛行場の位置はもう正直分かってますんで、今回スパイは入れてないので、発見状態では始まらないんですけども、敵の航空基地に、まずは進んでいきましょう。もちろん敵の艦隊がいるな。了解。そうだよね。敵の艦隊がいないわけないよね。了解。敵艦隊発見。さあ、敵の艦隊はイギリスの国旗が見えてる。イギリスの艦隊だな。味方は第1、第9の艦隊が殺到している状態ですね。敵の艦隊に。
で第12艦隊は了解、敵の飛行場攻略に早速向かいましょう。というか第1艦隊 もう移動の方針としては了解、敵の飛行場を狙いに行きましょう。あんまりねここで時間をかけててもしょうがないというところもありますので、敵の艦隊を叩きつつ敵の飛行場を目指します。味方艦隊より入電。敵の艦隊にはね負けないとは思います。今回の艦隊構成であれば戦艦を、まあ、8隻投入してますからね。我々は味方艦隊より巡洋艦もね従順なのか軽巡なのかでだいぶ変わってくるからな、戦力的には。まずはマラッカ半島の先端部分を目指します。で、あとは敵のね、まあ、頭を抑えたいので第12艦隊の進路を敵の頭に向けましょう。ここですね、今赤い矢印でついているのが第12艦隊の行き先です。で、赤いポチポチが敵の艦隊ですね。戦艦が大破。春中不走か。第12艦隊の艦隊が一部ダメージを受けてるな。第12艦隊の攻撃目標を攻撃で敵の艦隊に絞りましょう。今交戦しているのが、先陣にいるのが第12艦隊なんで、第12艦隊の消耗が若干激しいですね。今、水面をね、こう張っているように出ているのが、魚雷です。で、今画面向かって奥側に敵の艦隊が展開中ですね。カメラワークは自動にしています。第11艦隊、ごめんなさい、第1艦隊は逆にもうマラッカ半島の先ギリギリを目指しましょう。敵艦隊撃滅。よし、敵艦隊撃滅。そしたら敵の飛行場を目指します。了解了解。ライト点灯していきましょう。了解了解。こちら戦艦長門ですね。あと敵の艦隊がおそらくねいるとは思うので、この辺りもしっかり、撃破して確実に一旦でこのシンガポールを取り切ってしまいたい。それができるかどうかですかね。あとは味方艦隊より入電。これは敵の基地からの砲撃、これによって多少やっぱりダメージが出ますね。特に軽い駆逐艦クラスになってくると。駆逐艦大破。そしたら第一艦隊は攻撃の目標をもう敵の飛行場に絞りましょう。今はね敵の飛行場しか見えませんので。味方艦隊より入電。じゃあちょっと一旦ね敵の飛行場の残りの、おっと敵の艦隊発見してるね。先に敵の艦隊を叩きましょう。第1艦隊は敵の艦隊を叩く。で、第12艦隊で攻撃で敵の飛行場で、第9艦隊も同じく
敵の飛行場を叩きましょう。第一艦隊だけ敵の艦隊に当たります。ここはどうしてもね、敵の艦隊先に沈めておきたいところですね。夜明けまでに敵の飛行場を潰せれば一番いいです。嫌なタイミングで敵の艦隊出てきたね。これイギリスの艦艇数はそれなりにありますね。第9艦隊は敵の飛行場、第12艦隊も敵の飛行場を潰しましょう。なんとか夜明けまでにとは思ってるんですが、ちょっと間に合わないかな。画面奥、こちらが敵の飛行場ですね。もうというところではあるんですが、それでもまだ4分の1残ってるので、あとどれくらいで夜が明けるかですが、敵の飛行場完全破壊はちょっと間に合うか間に合わないが少し微妙な状態ですね。さあ、長門はもう一個の敵の飛行場の方へと向かいつつ、残存する敵の艦隊、これを潰しておきます。第9艦隊ももう一つの敵の飛行場の方へ向かいましょう。向かいつつ、もちろん敵の、艦隊の発見済みの飛行場の破壊も行います。よし、なんとか1個はね、夜明け前、つまり敵の飛行機が飛び出す前に破壊が完了しました。敵の艦隊はもう会ってないようなものなので、もう飛行場へ向かいましょう。一目散へ敵の飛行場へ向かいます。このタイミングでね、雨とか欲しいんだけどね。さあ、偵察飛ばせるようになるのがもうすぐですね。今ね、こうずっと海の中を、流れてきていたのが魚雷です。では偵察機飛ばしていきましょう。今この航空隊と言ってるのが偵察機で、今偵察機が飛んでいます。航空隊発艦で敵の飛行場を発見しましたね。発見了解了解。第9第12両艦隊は敵の飛行場発見済みの、敵の飛行場を攻略しに行きます。第1艦隊はそのまま索敵。ちょっと索敵の場所がずれたかな。敵航空機に発見された模様。よし、雨が降ってきた。このタイミングでの雨はでかい。本当にでかいよ。了解。了解。航空隊着艦。早期決着だな。
空隊着艦、航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 空隊着艦。嵐になってくれたおかげで敵の艦隊が、敵の飛行機が飛ばないんで、今のうちに敵の飛行場へとすり寄っていきます。了解、了解、前の方はもう砲撃ができるところまで来ましたね。今後この辺りが砲撃を開始します。ちょっと艦隊マレー半島を回るときに団子になっちゃったんで、少し艦隊運動的には微妙な動きをしてますが、敵の飛行場、もう一つの飛行場の方に第一艦隊を向かわせてます。味方艦隊より入電、巡洋艦沈没、味方艦隊より入電、雨が止んでしまったので、ここからまた偵察機を飛ばしながら、敵のね、懐奥深くへと入っていきましょう。敵の爆撃機が飛んできてますね。金剛に殺到してるな。偵察機は念のため第12艦隊からも出しておきましょう。まあ、第1艦隊がね、出した偵察機が敵の航空基地発見できるとは思います。発見しましたね。では第1艦隊を急行させます。もう急行させてるつもりではあるんですけど、足がどうしてもね、長とは遅いですね。敵の確認済みの敵の基地の様子どうでしょう。もう3分の1は削ったかなというところですね。第12艦隊の損傷がやっぱり激しいね。ハルナ、コンゴ、この辺りに関してはすでに、まあ、中派ないし大派という状態かな。航空隊着艦。第9艦隊は何している。いや、こいつらさ、動いてるかっていうぐらい、すんごいゆっくり進んでるけど、
もうちょっと急行してほしいな、敵のね。飛行場発見済みなんで。そうなると、これはどうだ？第12艦隊が、もう一個の飛行場も破壊する感じかな。了解。第9艦隊に関して言うと、もうちょっと何もできてないからね、今回。夜になれば一気にね、攻撃がしやすくなります。それにしても第一艦隊は何してるんだ。いくら長門の足が遅いとはいえ、ちょっとね、現場までの到達時間が遅すぎますね。長門からの砲撃が始まってます。で、この第一艦隊はね、長門以下、戦艦3隻なってるので、まあ攻撃を始めたらね、早いとは思います。さあ、ではここからはね、もうおそらく敵の艦隊いないと思うので、時間を早めてしまいましょう。第一艦隊からの砲撃がようやく始まりましたね。で、この後はマラッカ海峡で傷ついた艦隊、まあ、第一艦隊とかに関して言うとね、ケージュンが一隻ちょっとダメージを受けた程度なので不要かなと思うんですけども、傷ついた艦隊はマラッカで一旦祝福しつつ、まあ、残されたイギリス軍、アメリカ軍の海域を、総なめにしていくというところになりますね。この南方作戦に参加している艦隊は。いや、ここはね、もうみんなバリバリ功績値稼いで昇進してほしいんだけどね。第12艦隊もやってきましたね。画面左奥から第12艦隊が来てます。砲撃も始まってますね。よし、マラッカ海峡をまずは確保。味方は、こちら駆逐艦が一隻、従順が第9艦隊から喪失で、こちらもね、第12艦隊から一隻喪失というところで、失った艦艇数3つ、シンガポール攻略で艦艇3つしか損傷してないというのは結構ね、頑張った方じゃないかなというふうには思います。で、一方敵の方ですね、敵はというと、
まあもちろん全艦隊消滅ですね。で、航跡地はご覧のようになっています。まあ、山本五十六、近藤さんあたりが航跡地稼いで、木梨さんが、潜水艦乗りなんですけど、まあ、航跡地稼いでくれてますというところですね。はい。というわけで、シンガポール攻略戦をお届けしました。いかがでしたでしょうか。ここまでね、まあ、順調には来たかなというふうに思います。まあ、ただ鉄資源がやっぱりないんで、確保した海域に関してはしっかり輸送船を作っていきたいなと、配備していきたいなというところになるかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、ソロモン攻略、こちらを行っていきたいというふうに思います。ご覧の艦艇が作られましたというところですね。まあ、せっかくなんで作戦会議までは見ていきましょう。さあ、次の目標地なんですが、レイテ、中部太平洋、アリューシャンとありますけど、まあ、ここは普通に考えればレイテですね。1ヶ月でレイテか。なかなか連戦になりそうですが。じゃあね、軍令部の目標、作戦に従って、レイテ沖攻略も行っていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。